はいどうも、クロスロードです。こちら、ドドンと、見てこれ、すごいでしょ？僕頑張ったんだよ。ここが設置範囲の端っこかな？端っこっていうべきところで、まあじゃあぐるっと見回していきましょう。こうずっと走ってって、要塞はこんな風に一枚板にして残してあります。こちらの部分は全部切り崩しました。で、あと残ってるのは、このグローストーンと、あとここのブロックですね。ここのブロックはだいたいまあ、こんな感じ。結構広かったりするんですけど、まあこれはまた裏作業動画で作業風景を上げるとして、今回はですね、レザー要塞から一回離れて気分転換ということで別の作業をしたいなと思っております。では行こう！そういえばさ、レザー水晶もこんだけ集まりました。設置してると結構取れるよね。レザーレンガは10チェストとこれくらい数であろう。ラックの方はこちらが埋まってるから5チェストとこんな感じ。この前のは確か土かな。あ、ソウルサンド、ソウルサンドはこれだけ。まあ割と設置して集めた感じはありますね。で、今回やることなんだけども、またちょっと村人の方をいじっていきたいなって思うので、まずは奴らに会いに行きましょう。とりあえず村人班がここにいる。うるさい、うるさい、お前らうるさいよ。うるさい。で、今村人って、こんな感じになって、はぁ、うるせえんだよお前ら。こんな感じになってるんだけど、ちょっとこいつらを移動したいなと思って、こいつらある程度のそれは集まってんだよ。だから今回の目標、本拠地にこいつらを移動させる。こっちに移動させるんだけど、まあここにでっかい横穴ぶち開けます。まずはさあ、とりあえずここまでつなげましたね。間違えた。こいつを通して持ってくるか。OK。じゃあこうしたら、そしたらちょっとダートで道引いていく。っていうかさ、そろそろあれだね、お家も作りたいね。ただ鉄のストックもそんなにないんだよね。鉄のストックが今鉄ブロック2個分とあとこんだけしかないっていう。それに中継地点を作って後で輸送できればいい感じなんで、まあここら辺に。レールが足りない。よし、レール引けましたね。じゃあこのハンハンいた変態どもを次々へと輸送していきましょう。出荷用ドンと。よし、終わったー。じゃあ早速丸石で空につながる柱じゃねー、見事に余ってます。こいつを使って、で、ハーフスタックだけこうしちゃって、はい、でーけたー、わーい。そしたらハーフブロックでこんな風に囲っていくと。そしたら下る途中、下るついでにパワードレールを敷いてって、トーチさしていく。
これもう全然下るついでじゃないよね。はい。これで、あとはどこに進めばいいんだ？ここら辺かな。こんな風になりました。こちらの枠に村人がこんな風に入るんです。じゃあ行きましょう。はい、そんなわけでできました。村人をここに貯めて、ここで取引するんですけど、これで完成！いやー、まだまだ村人を入れるスペースはありそうなので、これからいい取引をしてくれる村人がいたら、こちらに入れようと思います。ます、いい取引をしてくれる村人がいたら、こちらに入れてみようと思います。さあ、わっとわっと。で、この穴の開いた部分は、ガラス張りにしたいと思うので、サブチャンネルの方で、裏作業動画として上げておきます。それではって。まあ、最後に松明だけつけて終わるか。よし。それでは今回は、村人を動かして、天空に移動して交易しやすくなりました。エメラルドたくさん貯まるといいな。それじゃ、また次回お会いしましょう。バイバイ。